こんばんは、松岡です。もうすでにあのレールセットしてきました。いちいちね、なんかめんどくさいのでもう出しときます。で、今回ね、紹介するプラレールはわかります？ SL 函館大沼号だっけ？うん、これだよね。はい、これです。これね、どこに売ってると思います？プラレール博で売ってた、過去形、売ってたものなんですよ。これね、何がすごいかっていうと、まず C11 の機関車からの客車、これ何？なんだ？まあいいや、客車があって、後ろにまさかのディーゼルカーがついてるっていうね、すごい斬新なセットだと僕は思ってね、あの当時買っちゃったんですね。まだ学生じゃなかったかな、高校生かな、なんかその辺の時に買ったんですね。なんでこれちょっと開けてみたいと思います。そう、ね、あれ開かないんだけど。開けません。お、開いた、開いたよ、開いた。え、なんとね、袋別々っていうね。マジで、あ、ガチで袋別々です、これ。あ、すごい、ちゃんとね、袋がこう、はい、別々っていうね。ちょっと開けるよ。はい、よいしょ、いいよ。あ、わわわ、すごいすごい。おお、じゃあまずね、先頭車の方から。はい、先頭車です。これ C11 機関車、はい、こんな感じです。タンク機関車ですね、完全に。こんな感じ。はい、ここがちょっと、ちょっとシールが、シールだ。はい、客車。これってあれ、あのなんだっけ、あの普通のデゴイチとかと同じ客車かな。色似てるよね。ちょっと後で見比べてみたいと思います。これね、あの動力車じゃないんだね、うん、まあこれ DE101690 って書いてある。ほら、見える？すごいね。あ、ちなみにね、こうなっております。ほほほ、すごいね、すごい出来だわ。あ、あのありません、あの連結器後ろ。あ、すごいよこれ。なんかすごいな、すごいセットを買って、セットじゃない、すごい車両を買ってしまった。じゃあそろそろ走らせてみたいと思います。ね、電池をセットしましたので走らせてみたいと思います。いきまーす。なんかガタガタしてるの？気のせい？なんかガタガタしてる。なんで？あ、ここ、この車輪が、なんか当たってるよ。わかる？ほら、こことここが、ぶつかってからすげえガタガタいってる。ちょっと、うわ、すごいガタガタいってる。あ、そういう仕様なのかな？なんかやだね。でも後ろは結構いい感じに、なのかな？すごい、すごい。あ、でもリアルだな。いかがでしたか？これ、あの、なんだっけ？ C11 の SL 函館大沼号だ。うん、これね、ちょっと機関車のこの車輪のところがちょっとなんとかならないかな、これね。まあいいや。あ、そう、客車だ、客車。これね、2007年のカタログにあった。これ見えるかな。はい、ここの客車とちょっと今見比べてみますんで。はい、こんな感じ。これ明るいか見えないかな。はい、函館大沼号の方が若干ね、紫に近いかもしれない。こっちはね、群青って感じ。あ、あとね、やっぱこれ何も書いてないじゃん。こっちね、スハ43って書いてある。ほら、それかな、も違いとしたら。ちょっと見る。はい、色の違いとかわかるかな。色ね、ちょっと微妙に違う、本当に。これはね、iPhone のカメラじゃ無理かな。これです。うん。
そうだね、ちょっとこっちのが紫チック、なんかね多分これに合わせてんだろうね、このこのディーゼル車に。うん、まあそれにしてもこれつけても多分あんま問題ないと思うんだけど、ほら全然ありだね。でもさ、これもうとっくの塔にカタログ落ちてるから多分もう売ってないから。うん、でも函館はね、函館走ってんのこれ。これね、持ってる人多分ほとんどいないのかな、いないと思いますけど、一応ここにある説明文読んでおきますね。 SL 函館号大沼号は C11 蒸気機関車と客車 DE10 の組み合わせで、函館駅から大沼公園駅を経由して森駅まで走行します。どこ？どこですか？後部車の DE10 が後押しし、勾配のきつい場所も力強く進みますとのことです。どこだか分かりません。何線だよ、知らないな。まあいいや。うん、でもね、かなりね、いい感じに作られてる。とか、綺麗、すごく。なんか、色合いが。うん。これね、なくなっちゃったけど。やっぱこの車輪のところと、これがぶつかってるから、なんかガタガタきてるだけであって、車輪は壊れてない。ちなみにね、お気に入りはこっちの方かな。これ、いいよね。なんか、ほら。プラキッズとかさ、乗せられる、あれね、仕組みね。まあ、見えなくなっちゃうけど。でも結構本格的だよ、ほら。ああ、いいね。なんか連結器ないけど。ということで、今回はこれで以上です。ご意見、ご感想などございましたら、下のコメント欄にてご連絡ください。他にも、Twitter や Facebook もございます。人気動画や関連動画は、下の概要に記載しておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。